お疲れ様です。今日ですね、こちら世界上位で使われてますロケットドリル、はい、やっていきたいと思います。まあ、ドリルでも削れるし、削りきれなかったらもうロケで半分以上削っちゃえばいいよねっていう、はい、そんな感じですね。なんか圧着イロイホグと形がもう言っちゃえば一緒、圧着イスキアイスピ大砲ウッドデリは一緒なので、まあ、このドリルとロケットの枠多分何でもいいですね。前がこれがだってあれでしょ、クエイクとロイホグだったんで、まあこれ好きね、ランバーバルーンとかしてもいいと思いますし、まあなんかもう適当に、はい、この6枚セットが多分最強構成なので、ぶっちゃけ何でもいいんだなって思いながら、はい、まあ、とりあえずこれがねマルチ上でもいますので紹介していきたいと思います。まあなんか圧着衣が結局その圧着衣がチャンピオンがカードサイクルぶっ壊れなんで、結局このデッキも、まあ、ドリル飛ばすっすけど圧着衣場に出してスケアイスピウッドロケ、ロケットスケアイスピウッド、ロケットスケアイスピウッドで無限ロケット編ができるんで、おお兄貴、兄さん来た、ウッドで右のタワーから攻撃受けなさい。あーマジ大砲強っ、解放されましたこれ。一応ね言っとくと解放されてますあれ、はい、嘘つけって思うかもしれないんですけど、あの大砲解放されてますさ、はい、さあお兄さん来たっすね、マジ兄貴だ。さあポイウッド、ビーラットリガポイの大砲版でも使ってんのか。一発惜しい。さあ着衣同じようなデッキです。おーやば、ジョスキリガだった。そう、キョスケディガっぽいか。いや結構嫌だなこれ、キョスケディガっぽいで大砲っしょ、そら圧着しかおらんやんっていう、まあ、俺もなんですけど、結局ね最強はこうなっちゃうんだよね。おーキョスケで受けてくるよ。んー、まあディガーをいかに拾えるかの勝負みたいなところはありそう。ガチャが一発でか。まあドリルとディガーどっちが強えのってなるっすよね、マジ。やべ、何このテナチョコ、テナチョコドリル、やべやべ、何このテナチョコドリル。いや曲打っちゃおう。いやマジで本当ロケっすよこれ。圧着衣出してからロケの方がいいですねこれ。気づきました、はい。右下に圧着衣出したら相手ポイズ打ちにくいんで、これ高めでもいいかな。さあ圧着衣右ケツ出さなきゃやばいっすね。広い、いやドリル入ってる、でかい、いけいけいけ、お前らマジでいけ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 、隠れてる、でかいでかい。さあドリル、
わあ、その位置はマジでエロすぎ。あ、ロケ圏内です。お兄さん、ビーラットの兄貴おいらの勝ちだぜ。さあ、似てるだけですね、名前が。でもこのロイヤル API っていうサイトがあるんですけど、ラットって打っても一番最初の人は B ラットの方が出てくるんでね。 B ラットの方がこう身分上なんですよ。そう、まあ、海外のめっちゃ有名プレイヤー小三勢ですね。 B ラットディガポイって言われるデッキがあるぐらい、まあ、マジで小三だから。最近の人は誰っつって、わかんねえってなると思うんですけど、はい、僕も昔あの A ラットっていう名前でやってたんですけど、そうそう、 B ラットの方がいいって、まあ嘘っすけど、はい、クソ動画名しょうもない嘘です、はい、A ラットなんかでやってません。ラットインプスでした。さあ、あれなんか香ってますね、相手のエリゴラーが。さあ、とりあえずまあ今みたいな感じでドリルで攻めるんですけど、結局最後はロケみたいなところありますね。よいしょ、ルギアやん、ポケモンやん、めちゃくちゃ強いやつ、飛行タイプやん。はーい、さあ、エリゴレじゃねえのかな。あー、ダッシュ使うんだね。まあ、着陸か。さあ、エリゴレだったら結構嬉しかったんですけど、全然違うっすね。ハンター来るね。うぅ、もう地獄地獄地獄。同じようなもんや。マジで。エリゴレだったよなー。変わんねえよ。A まで一緒だしな。さあ、エレジャイハンターゴルナイ。結構なんか型が違うっすね。トルネが嫌なんすよね、マジ。トルネキング起動やめてほしい。ボーラー？まあ、これさすがにロケっちゃうな。エレジャイがないから。このターンは。まあ、来てもみたいな。さあ、デリバリー優秀、墓石ゴルナイボーラー。いや、ドリルめっちゃ嫌いやん。そのドリルに負けるぞ。でも結局よいしょ、いっそのこともバルキリーボンバーぐらいやっちゃった方がいいんじゃない。さあ、これあの本気でやりに行きます。やりすぎやるぐらいで。ん？あの、空欲しいだろ。うわー、すごい、めっちゃコスト使ってる。さあ、これだけで守れるのがマジで。大砲かわされました、これ一応言っときます。あの、大砲かわされました。はい、一応ね、報告は。あ、まあ、グルーも走りすぎたろ一応かわされてます、あれ。はい、すごい気づきにくいんですけど。ああ、そんなカラーこれ結構やばいっす。うん、ああ、強っ。何でも守れるやん。じゃあもうこれ止まんなら何でも守れるやん。いってらっしゃい。相手呪文ないのかな。ね、そこにね、呪文来るんですよ。まあ、間違っちゃう。あ、ハンターやめろ。お前はそっちを向いちゃダメだ。とりあえず
ドリルは飛ばして今回は得が多そうなのでロケ2周っすね。回るかな、あれ回んねえかな。まあ回すか、回るな余裕で。回転早え。さあ今チャンピオン場に出てないサイクルですね。ちなみにチャンピオン出てたらもう1枚早くロケ打ててるっていう。さあ鉄壁です。まあ今回の相手は呪文がね、多分ライトとかなかったのかな。はい、なかったっぽいのがまあ救いではありましたね。なんか結局高回転でデリバリー、高回転で大砲、ウッドが回るのがやっぱ強いんで、ちょっと怖い時もね、とりあえずなんとかなります。デリバリー優秀です。防衛苦手な人とか絶対入れた方がいいですよ。デリバリー最強になります。マルチ上位で使われるぐらいですからね。エクスペドルイ、エクスペドペドロ、ドロヘドロペドロ先生。さあ元プロっすね。やりゴブだったら 2.5 ドリル的な、まあ、何でもあるか。あんま拾いたくないなこれ。ああ殴られちゃった。スタグだ。殴られたくはなかったんですけど、ギャングでもあんのかな。スケキン、スケキンは嫌い。スケキン迫撃やないかい。はい、やべえ、これアチャク切れよかった絶対。誰がどう見ても、誰がどう見ても切ればよかっただけなんだけど。いてー、いい攻めだな逆サイ。ちょっとなんか微妙なボイになったな一発。まあ捨て迫撃っすねこんな。まあスケキンいない時のドリルウッドかな。まあコウモリウッドとかなんか適当にかわされると思うんですけど、今スケキンいるからな。まだもう飛ばさなきゃ始まらない。さあまあ2500でしょ。ドリルなんか一発入ればね鬼入るわけですから。さすがにロケ。いやーあれなんかダメージでも追いついたな。うわ入っちゃって。いやディガー受けがちょっと薄いっすねマジ。おーい、ぶつ煽ってきやがる。嫌いですいやスケキン、スケキンというかなんか小物いっぱいチラチラーがやしたね。いやこれはなんかしょうがない気がします、しょうがない気がします。勝ち筋はどうすりゃいいんだろうな。
まあ攻めウッドっすね。スケギンいない時の結局攻めウッドを決めなきゃいけないっすね。あっちゃ食い出して1周目はスケギン、2周目でであとはもっと上手に守ろうって感じかな。はい、うおー、元プロ北本ピアノで有名遊戯アートっすね。試合中に片手でロワイヤルして片手でピアノ弾いちゃうっていうエアーピアノプレイヤー遊戯アート。さあギャング、ギャング多いっすね。やっぱりギャングディガーか、まあ、メガナイトっぽいね。めっちゃジャイでした全然当たらない。え？いらんかったー。これマジアチャジャイ。ウォールブレイカー。ウォールブレイカーじゃない。ジャイマジアチャっすね、これ。まあ、ちょっとだるいな。うわー、なんかいやらしい位置。さあ、マジアチャがいますね、これ。ジャイマジアチャのスケが、あれになったやつですね。ギャング、いや、直近2発強っ。今のでダメージ逆転。うん、チャピロケ打ちてー。うん、やば、ドヤン攻め来るっすね。勢いがすごいな。めっちゃ来るくない？そんなもんなの？うん、まあディガー削りやっすね俺。サイド同サイでいい気がした。ロケ打ってもいいぐらいだけど。うわー、いい処理。間に合い。でけえ。あー、それうま。でかい。ブースト去ってるロケ。あぶねー。いやー、ヒヤヒヤするっすね。さあロケで削って勝っていく。マジアチャ
ウッド2発とかデリウッドで処せますけど、やっぱ高回転で来られるとね、結構大変でしたね。いや、めちゃくちゃ懐かしいデッキっすね。じゃあ今マジやっちゃ高回転。さあ、スケがギャングになった方がいたけど、まあスケでも、スケでいいんじゃねって。どうなんだ。ウッドでね、行かれちゃうっすからね、ギャングも結局。強いっすけどね、セパとかされたり。さあ、危ない。ラッシュが来てんな。有名人ラッシュ。さあ、わかりません。ザ・ビーストか、これは。さあ、獣。脱獄書いてんの。悪いやつやねんか。さあ、アイスウィズ、マスケラかな、クロスかな。アイスウィズならもうドリル飛ばしたらね、もうすぐキング起動されちゃうんでね、これ。ダメージ入らない覚悟のドリルですね。まあ、キング起動したくされたくないんでね。まあそうなんねんな。さあ、マスケラはなんか適当に受けるか。さあ、ワンチャンゴレだな。このなんか静かすぎる立ち回りがめちゃくちゃゴレ使いっぽいんだけど。いやー、着衣追加でちょっと相手事故ってるっすね。アイスピー、いや、まだわかんねえけどゴレっぽいっすね、めちゃくちゃ。いや、どうなんだ。そうっすね、だってボ、いや、墓石ゴレにも入ってるし、スクラにも入ってる。いや、どうなんだろうな、わかんねえけど、スケキン咲いたんで、はい、一旦飛ばしてね。アイスウィズぐらい。こんにちは、アイスウィズ。下がって。おお。さあ、それをしてくるならスケラか？多分。小さなダメージ狙ってきてるんでね。多分スケラっすね。今ので判明いたしました。攻めウッドして、攻めウッドして無理やり剥がしてがやっぱ強いっすよね。これでゴレだったらどうしよう。はい、スケラでしたね。スケラだったらもうさすがに金起動されそう。甘えて1とかしたマジ、アチャクイ強すぎ。アチャクイで全回収できちゃうっすからね、これ。ナイス。さあ、これ、アチャクイ延命して、もう一回、スキル使わしたいっす。さあ、攻めてきてますけど、それぐらいだったらなんとか耐えれねえかな。いやー、まあちっこいの多すぎてやばい。何あれ。マジデリでよかったなこれ。さあ、まあ一旦飛ばしとくか。ウッドまで行っちゃおう。これすごい来ますね。しっかり見てから。ロケット2周だけど、ロケ打つの怖いよな。あ、着衣出してからにします。これ爆速です、マジやべ。一回守っちゃうっていう。いや、これ守れんのやばい。マジで
通に収まっちゃった。さあロケで落ちるよね。はい、さあチエンスケラにも勝てちゃうよと。いやマジで守りが強すぎるっすね。結局この公害点が直位なんだ、もうデリウッドロケ大砲システムが完成されてるっすよね。さあということでこちらのねロケ削りドリルもめちゃんこ強いので皆さんやってみてください。よければちゃんと高評価お願いします。ではお疲れ様でした。まだいい